ハロー、你们好、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第84回配信を撮っていきたいと思います。さて、ヒナリアさんの3章2話、忍者と愚者が解放されておりますので、これは見ていきたいと思います。どうなるんだろう。ヨルスケさん、どうなったんだ。ひなりやさん、いらっしゃいますか。あれから体調はいかがですか。どうしましょうか。ご不在でしょうか。組対メンテナンスの日程を伝えたいのですが。ええ、中に入ろう。はい。そうですね。そうしましょう。またシステム異常で倒れているかもしれませんから。あら、誰もいない。何か緊急な用事でもあったのでしょうか。これミーナちゃんのね、このクエスチョンマーク好きなんだけどね。ねえねえ。キナリアなら出かけたよ。え？今どこから声が？見て見て。ここだよ、ここ。パソコンの中だよ。これでいいのかな？こうした方が見えるかな。またヒナリアさんの電脳空間にいるんですか。うん、時々遊びに来てるんだ。もう強制ゼノンザードはやってないけど、僕とヒナリアは友達なんだよ。あらら、いつの間に。ねえねえ。でも今日は君を待ってた、シャンメイ。それから君への伝言を頼まれてるんだ。今再生するね。はーい。あ、シャンメイ、別れの挨拶もできなくて悪いな。ところでさ、お前との契約解消してほしいんだ。ん？ええ。ザ・ゼノンも楽しかったけど、もう極めちゃったっていうか。じゃあな。ってなわけで、ごめん。お前の方で契約解除しといて。じゃあな。これでおしまい。これで終わりだよ。どういうことでしょうか。アウロスギアで連絡を取ってみてください。ネットワーク範囲外のため通信できません。え？アウロスギアの通信が届かない？そんなはずは。信じられません。シャンメイさん、ヒナリアさんとの関係は順調だったのでは。 A、そのはず。 B、実は嫌われてた。いえ、順調でしたよ。 A ですよね。どうなっているんでしょう。おかしいですよ、こんな急に。ヒナリアさんがどこに行かれたのかも不明ですし。魔女狩りだって。え？魔女狩り？うん、ヨルスケと一緒にね。ヨルスケさんと？それってネットゲームの話じゃないんですか？わからないよ。さあ、僕にはわからない。でもヒナリア、真剣な顔だったよ。ええ、ヒナリアの場所、居場所、わかる？うん。わかるよ。待ってください。シャンメイさん、追いかけるおつもりですか？ええ、事情を聞く。信じられません。そうですよね。突然契約の解消をしたいなんておかしいですもんね。ええ、きっと。ヒナリアさんはシャンメイさんとのバトルを楽しんでらっしゃったはずです。無理しないでくださいね。私は会社に戻らなくてはならない用事があるのでご同行できませんが、何があったのか後でお聞かせください。ねえねえ。お話終わった？遠い場所だから電脳空間を使って移動するよ。ええ、お願いします。敬語なんだ、ピモタには。早く早く行こう。早くしないと。くすなんだか嫌な予感がするんだ。ミーナちゃんは何を会社にし…ん？マジか。すっげえ古い建物。よく残ってたな。床とか抜けそうなんだけど。これはガチの魔女の部屋？そうだね。人が入れないような深い森の中にあるから、手つかずで当時のまま残ってるんだろうね。当時？それはずっと昔さ。ところでさ、で本当にここにあんだろうな、あの自称魔女の痛い女を追い払えるっていう道具は。ああ、君の頭の中にいる謎の存在に効果絶大なアイテムがね。お前さ、何でも知ってんだな。だからさ、ヒナに魔女の声が聞こえていることもそうだし、普通そんな話信じないだろ。そっか。だから魔女のことは誰にも話さなかったのかい？そうだな。うん、このご時世に魔女だぜ。システムバグってると思われるだけじゃん。だからさ、俺が君の話を信じたのは魔女のことを教えてもらってたからなんだ。はあ、誰から？それは魔女からだよ。はあ、お前も魔女と話せるのか？少しだけね。本当はもっと話したいんだけど、なかなか難しくてさ。なるほどね。エレメントが増えるにつれて、君の中の魔女の声は強まるようだけど、俺はどうも違うみたい。やれやれ。他の方法じゃないと彼女とつながれないんだ。ありえねえ。物好きだな。わざわざ魔女と話してたいなんて、ヒナはさっさと消えてほしいんだけど。はあ、ごちゃごちゃ雑音みたいに頭の中をぐるぐるして、うるさくてしょうがねえんだよ。うらやましいな。おい、人の話聞けよ。そうだな。ならもうザ・ゼノンには出ない方がいいんじゃないかい？はあ、うん、エレメントと魔女の関係性はよくわからないけど、でもね、エレメントには俺たちコードマンの知らない仕掛けが何かあるみたいだからさ。まあ確かにセネトロールダイスの一件もあるしな。でもありえないだろう。そしたらもうシャンメイとザ・ゼノに出られないじゃん。どうかしたのかな？いや、なんか頭が、魔女がなんか言ってるっぽい。おやおや。魔女を倒す道具はタロットカードさ。早く見つけた方が良さそうだね。さて、この洋館のどこかに隠されているはずだから探そう。ウルフさん、なんで自分で探さないんだ？つまりさ、数枚あるんだ。全部探し出して特別な口上を歌えば魔女を倒せるよ。森の中の古い洋館で魔女を倒すためのタロットカード集めか。そうだな。マジでゲームみたいだな。ひな、プレイしたことあるわ。大丈夫。君ならできるさ。ガチゲーマーなめんなよ。むしろ得意分野だし。粋だね。その心意気やよし。かわいい。戻り。あ、危険。はあ、夜助のこと信用したわけじゃねえよ。けど今はあいつの言う通りにするしかないだろ。それにお前のことだって信じられねえし。くそ、今は言う通りにするしか。ひなちゃんだけやっぱエレメントが増えると魔女とのコネクトが強くなるみたいな感じなのかな。別に嬉しくないし。問題あれだよね、ひなちゃんの出身プログラムがまだわからない。まずニート AI っていうのは、まあ、仮だよね絶対に。謎ですねまだ。というわけで、今回はここまでにしたいかと思います。次回はひなりやさんの3章3話か、ちょっとアウロスギアありますので他の子を解放してるかどっちかだと思います。では失礼します。